羽生結弦さんが動画で見せたある技に中国ファン管理フィギュアスケーターの羽生結弦さん27が自身の YouTube チャンネルハンゆずるで披露したある技に中国のファンの注目が集まっている羽生さんは5日に3プロローグと題する動画を YouTube に投稿10年以上前のジュニア時代のプログラムチェンジモンキーマジックプラス吉田兄弟に乗せた演技で華麗なジャンプや軽快なステップ キレのあるスピンなどを披露した羽生さんは動画の中で会場でしか味わえないスケートのスピード感や臨場感このチャンネルでしか味わえない特別なアングルを楽しんでいただけたら幸いですと語ったこの動画の情報は中国版ツイッターウェイボーウェイボーでも紹介されており中国のファンらは懐かしいプログラムチェンジや演技の中で見せたビールマンスピンに注目しているようだチェンジチェンジだわここに来て チェンジそしてビールマンスピンが見られるなんて、すごい、27歳のビールマンスピンに、チェンジ、ああ泣きそう、成長した、チェンジだ、27歳のビールマンスピン。涙が溢れたビールマンスピンを見ると、いつも涙が出る高速鉄道に乗っている時に見てた。隣のお兄さんが私に、どうして泣いてるのって聞いてきた、本当に泣いた。彼は間違いなく技術的なピークにある。 感情と芸術の融合でさらに美しくなっている。表現力が凄まじい。27歳のビールマンスピンは彼の努力とファンへのお返しだと思うスケート靴のブレードを頭上に持ってきて回転するビールマンスピンは柔軟性が求められる技でシニアや男子では行う選手が少ない。27歳になってもなおビールマンスピンを見せる羽生さんにファンたちは感激したようだ。なお、羽生さんは11月4日金曜日 5日土曜日に横浜ピアアリーナ MM で12月2日金曜日3日土曜日に八戸フラット八戸で初のワンマンアイスショープロローグを行う予定で動画の中でアイスショーに向けて今一生懸命練習しております皆さんの期待に応えていけるようベストを尽くしますと語っている翻訳編集北田井上直弥が好きなスポーツ選手で4位に 1>, 1位は大谷翔平。2位は羽生結弦さん。プロボクシング WBA スーパー。WBC。IBF 世界バンタム級王者井上尚也29。大橋が好きなスポーツ選手調査で初のトップ5入りを果たした。笹川スポーツ財団公式サイトで全国の18歳以上を対象としたスポーツライフに関する調査が発表され、好きなスポーツ選手の調査結果で、1位大谷翔平。野球。 2位、羽生譲弦、フィギュアスケート、3位、一郎野球に続き、4位に井上が入った、なお5位は松山英樹、ゴルフがランクインした、この最新の調査は22年6から7月に実施したという。年代別に見ると、井上は18から19歳で8位、30歳代で3位、40歳代で5位、50歳代で2位、60歳代で6位に入るなど、幅広い世代に人気がある。またボクシング、 格闘技関連では10位に那須川天心、キックボクシングが入った。また年代別では20歳代で3位に那須川天心、5位に朝倉未来、総合格闘技がランク入りしていた羽生結弦さんアイスショー前に予約殺到、通常2倍の料金設定。ホテルが一方的に予約キャンセルのご情報もフィギュアスケート男子で五輪を連覇し、プロスケーターへの転向を表明した羽生結弦さんのアイスショーが。 12月2日、3日に青森県八戸市のフラット八戸で開かれる。チケットの一般販売はこれからだが、市内の宿泊施設にはすでに宿泊予約が殺到。通常の2倍以上の宿泊料金を設定するホテルもある八戸駅近くのホテルによると、今月4日に開催が正式発表されると、インターネットなどを通じて予約が相次ぎ、瞬く間に満室になったという。担当者は、 市内の宿泊施設はすぐにいっぱいになった。すごい人気だと喜ぶ。八戸駅隣接の宿泊施設、ユートリーは、東北新幹線八戸駅開業20周年のイベントと時期が重なって以前から満室状態で、予約を断らざるを得なかったという。担当者は、羽生さんへの注目度が地域を盛り上げると期待する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしく